はいどうも陽介です。おはようございます。先日昼神温泉郷へ花桃を見に行ってきました。まずは蕎麦どころ鬼平さんで腹ごしらえ、天ぷらの盛り合わせと鬼平、完食、ごちそうさまです。さあそれでは花桃を見に行ってみましょう。会場内の桜もまだ花をつけている木があってとっても綺麗でした。僕が見に行った日はちょうど8分咲きぐらいでした。とは言っても花桃は色が鮮やかなので見応え十分です。帰りに月川温泉郷の花桃も見てきました。こちらはまだまだつぼみで月末の花桃祭りにちょうど見ごろを迎えそうです。花桃祭りの日程はホームページをチェック。満開の時に来れたらまた来たいと思います。ご視聴ありがとうございました。